はい、今日はですね、樹脂粘土を使ってアジフライを作りたいと思います。まず用意するのが樹脂粘土ですね。今回はこのダイソーの樹脂粘土ホワイトを使いたいと思います。樹脂粘土を少し取って、アジフライの三角形の形にします。そしたら爪楊枝で真ん中に水をつけます。こんな感じですね。で、何個か作ったら乾燥させます。そしたら今度は尻尾を作りたいと思います。尻尾はトレーシングペーパーで作ります。大体5ミリぐらいの幅でカットして、で、これを斜めに交互に切っていって二等辺三角形にします。そしたら尻尾の形に切っていきます。今こういう風に三角形になってるんですけれども、カッターでこういう風に切って、で、刃先でちょんちょんちょんとこう切れ目を入れていきます。こんな感じですね。そしたら尻尾を、ボンドで接着していきます。ボンドを少しつけて尻尾を接着します。はい、で、ボンドが乾いて尻尾がくっついたらですね、尻尾に色を塗っていきます。こういうシルバーの、これはマジックですけれども、シルバーの絵の具とかでもいいので、こんな風にシルバーで塗ります。そしたら、黒のマジックでこういう模様をつけます。そしたら今度は衣を作りたいと思います。衣は、樹脂粘土にイエローウォーカーで色をつけて、こんな風に細長くして乾燥させます。で、乾燥したらこういうおろし金でおろして、これ粉末状にします。で、これから衣をつけるんですけれども、作業がしやすいように待ち針を刺していきます。こんな感じで、はい、で、これは木工用ボンドを水で溶いてちょっとサラサラにしたものですね、を筆で塗っていきます。そしたら衣をまぶします。こんな感じですね。で、衣がついたらですね、スプレーニスを吹きかけます。スプレーニスを吹きかけると、ニスは乾くと固まるので衣が定着するようになります。はい、スプレーニスが乾いたらですね、今度は焼き色をつけていきます。焼き色はですね、こういう絵の具でつけてもいいんですけれども、今回はこの焼き色の達人を使いたいと思います。薄い色からですねつけていきます。はい、で、焼き色がついたらですね、今度は仕上げのツヤ出しニスを塗っていきます。ニスはちょっとで大丈夫ですね。こうちょんちょんちょんと叩くぐらいで大丈夫です。はい、ニスをつけたらアジフライの完成です。ぜひ作ってみてください。ではでは。